オール群馬オンライン移住相談ウィーク4日目となる本日の配信は移住に関する休日の話です。休日の話、うん、でも移住したことによってどう休日が変わったのかみたいなことか。そういうことなのかどうかということはこれから配信する VTR を見てもらえば一目瞭然でございます。ぜひご覧ください。本日のテーマは移住に関する休日の話。1人目は群馬県高崎市。県内でも都市部にあたり新幹線の停車駅や高速道路のインターチェンジもある交通の要所でもあります。この地に移住して7年になる武者ゆうきさん。現在こちらのシェアオフィスを活用して仕事をしています。そんな武者さんの休日の話。そうですね、やっぱりその群馬県って広いじゃないですか。なので行きたいところは充実しているので、例えばショッピングするにも都市圏であれば都内とそんな変わり映えしないものを揃えることができるのと、あとはちょっと車で遠出をすれば僕が好きなところで赤城山とか榛名山とかそういったところのでのんびりしているっていう意味で充実してますね、都内より。もちろんその何年も住んでれば、ありきたりにはなってくるとは思うんですけど、群馬の一番のメリットってちょっと走らせれば軽井沢があったりだとか、あと上の方行けば那須とかがあったりだとかで、南の方行けば、都内に行けたりもするので、本当多種多様の趣味に対応してるんじゃないかなっていったところはあります。ただその楽しみ方は人それぞれかなとか、自然だったり都会だったり、そこは、はい。僕は特にこちらに来てから免許を取ったっていう事情があるので、なんかのんびりドライブしたいなっていう、なんか新しい趣味が増えたっていうのと、あとはその今リモートの環境下になって自分の時間が増えたっていったところもあるので、趣味でブログを書いたりだとかそういったところはやってます、ね、確実に増えてるとは思います。特に車の中でもコミュニケーションって取れるので、そういった意味ではやっぱり良かったなって思ってます。確かにその都内にあるようなその大きな遊園地とか、そういったのはないですけど、それも行くにしてもお金がかかるじゃないですか、都内の人も。であればなんかまだ子供が小さいうちとか、ゆっくり過ごしたいなっていう意味では、小さな動物園とか遊園地とかはたくさんあるので、そういったところでも全然、なので都内に住んでても群馬に住んでても、そういった大きい施設に行くって大体特別な時だと思うので、そこまで不便はしてないです。で、こちらは仕事は週5で、移住前もあと移住後も日数は変わらないので、休日の日数は減ったり増えたりはしてないですけど、その分ゆっくりはできてるかなって印象です。絶対やりたいのはキャンプですね。確かに最近よくキャンプサイトとかも調べるようになってきてて、こういったところでキャンプ場があるんだとか、あとは長野県とかも近いですし、そういったところでなんか男2人で語り合いたいなっていうのはちょっと小さな夢ではありますね、はい。やっぱりそのここを通勤圏内といってもやっぱりその落ち着ける静かな街だとは思うので、いろいろ生活する上でのものっていうのはものを揃ってますけれども、なので月曜日から金曜日までは都会でがっちり働いて、土曜日日曜日はちょっと緩やかなこの高崎の空気の中でのんびり過ごすことができるので、そういった意味では仕事と休日のメリハリっていうのは取れてるかなって思います。やっぱりそのなかなかゲームだけになっちゃうっていうのが最近やっぱ多くなってきてるっていうのはあるので、そういった普段なかなかできないその外に出て遊ぶよっていったところはやっぱ喜んでくれますね。自然も多いですからね。なかなか出歩けないっていったところがあるので、ただ群馬県だとサファリパークがあるじゃないですか。そこだと車から出ずに動物も見ることができるので、そういったところは重宝してますね、はい。続いては館林市に移住して2年目となる大塚直人さん。東京都内にある IT 企業にてテレワーク勤務。
システム開発における分析や設計などを担当するシステムアーキテクトとして活躍しています。そんな大塚さんの休日の話。移住というよりもその子供が生まれたコロナ禍っていうので結構休日が変わりましたね。まあ、もちろん子供が生まれたんで子供中心だったんでなかなか出かけにくくなったっていうのはありますけどっていうところですかね。で、まあ移住したらやりたいなと思ってたことがやっぱコロナ禍でできにやりにくいことになってるなっていうのはありますけどね。まあ余暇っていうか私趣味で格闘技のブラジリアン柔術ってやってたんですけど、まあ東京にいた時は、まあ、もちろん道場行って、まあ、仕事の前とかに行ってたんですけどとかあと、まあ、休日とか行ってたんですけど、まあ、ちょっとこっちに来て、まあ、道場っていうかそのサークルみたいなの見つけて行こうと思ったんですけどやっぱコロナでどうしても密になるスポーツなんで、まあ、ちょっと今最近できてないなっていうのがあります。であとは釣りが結構趣味なんで釣りに行きたいんですけど釣りって割と拘束時間が長い趣味なんですね。夜中に起きて行って朝方やって一日帰ってこないとか。そうするとやっぱりその子育てに影響出るんでなかなかできてないかなという感じです。まあでも釣りでもその辺でできる釣りとかもあるんでそういう人はできるかとは思いますけど。私よく草津とかによく行ってたんですが若い頃よくスノーボードやってたんですけど、まあ、空いてるし、まあ、ポテンシャルの高いスキー場とかも多いんですよね。だからまあ好きだったのもあるのとあと私もう一つ釣りが趣味なんで夏場は結構渓流釣りに来るんで、まあ、それですごく魅力的だなと。まず乗り物はもともと車も都内では持ってたんですけどもともと妻の車って実家に置いてあって私の車が東京にあったんですけど、まあ、2台今体制になったのとあとは、まあ、駐輪場がまあこちらで言うと当たり前ですが無料なんで私昔乗ってたんでスーパーカブをレストアして1台乗ってたりとか、あとは自転車ですね。自転車も何台かあるんで、まあ、乗ってたりとかってそういうのはあります。まあ、男の人は結構わかると思うんですけど僕ホームセンターが大好きなんですよ。別に何か買うわけじゃないんですけど東京ってホームセンターもないんですよ、ね、で私にとってはジョイフルホンダとかは、まあ、東京ディズニーランドみたいな感じなんで、まあ、これ男の方にしかわからないんですけどまあもちろん子供ができたんで拘束時間はすごく長くなりましたがただ通勤がなくなったんで少なくとも1日2時間近くの余裕の時間ができたことは間違いないと思います。ちょっと行くと結構いろんな自然に触れられるんですね。で私娘と散歩するんですけど森寺沼とか行ったりするんですがまあちゃんと湿地帯があってそこに木道が走っててそういうところが要は子供の散歩で歩いて行けるっていうのはいいんじゃないですかね。だからそういうところを発見するっていうのは面白いかと思います。前半は群馬県でも都市部の高崎市と館林市に移住したお二人から話を聞いてみました。はい、では続いて農産地や観光地に移住した人の話を聞いてみましょう。続いては群馬県昭和村に移住して8年目になる吉川ひろ子さん、そして和孝さんご夫妻。群馬県昭和村生まれ、進学のため京都府へ移住し、そのまま着物メーカーで働いていたひろ子さん。そして東京都生まれで滋賀県の美術館で学芸員として働いていた和孝さん。そんな吉川さんの休日の話。そうですね、美術館の企画、展覧会の企画っていうのはやっぱり自分の興味を満たすためにやっていたので休日でも結局家に帰って本読んだり文章書いたりとかっていうのは実際にやってて完璧主義ではないんですがそれに近い形で
どう最終的に、形にするのかっていうのは、まあ、醍醐味でやっておりました。で今作ってる畑もかなり自然の影響っていうのが大きいんですけど、どういう商品が作るかっていうので、共通する部分があると思います。全く、移住前と、今では休日ってものが変わりました。やっぱりサラリーマンをしていて、月に何日間休みなさいっていう状態ではなくて、自分たちで畑をやってまた加工してると、意識しないと休みが全く取れない、それはもう労働時間も超長くなってしまうっていうのが現状です。本当に意識して、もう今日はどっかに行こうという、まあ、意味で、オフの日というのはたまに作ります。ただその目的は次に植える植物を苗を買いに行くとか種を買いに行く、なんかアイデアくれそうな友達に会いに行くって、結局仕事に関わったことで時間を過ごしています。そうですね、趣味に使っていたお金、まあ旅行とか、あとは、まあ本ですよね。こっち帰ってきたら本を読む、まあ、自分を見つめ直す、閉じこもるっていうことの、まあ、これはストレス発散になったんですけど、それがいらなくなっちゃって、ストレスがたまんないんで、なんであんまりその趣味に使うお金も少ないです。で旅行も今の仕事をしてるとそんなに行きたいとも思わないので、はい、優先順位でいうと休日っていうのは、特に高くないです。自分が疲れた時とか何かアイデアを休んで考える時に、取ればそれで十分だと思います。個人事業主なので休みのについての考え方っていうのは、まあ、その時間の過ごし方で、それが畑とか自分の家で仕事をしている時間では得られないものを、さあどこに探しに行くのかっていうのがイコール休日につながっています。休日の過ごし方でだいたい必ず入れるのは、各方面行ったことない場所に行って、まあ、苗を買うのか、何人に会うのかした後に温泉を巡ってくるっていうのはだいたい定番でやってます。僕個人で言うと、妻はそんなのはあんまりやりたくないと言うと思いますが、近くの水上で渓流下りとかいろいろそういうレジャーがあるんで、その辺は夏にやってみたいなとは思ってます。いや、いや一回はやっとかなくちゃいけないんだろうなっていう感じで、それやるんだったら私山歩き行きたいですね。うん、なんかねもったいなくないっていうか、40超えてからのこの仕事で今めちゃめちゃ楽しいから、なんかね、なんだろう、仕事が楽しいし遊んでるみたいな感じでもあるから、なんかね急ぎたいんですよ。もっともっとやりたいから、だからねもったいない。そんな皆さんがこの今日は休みです、どっか遊園地行ってとかあるじゃないですか、もったいない。その扉の先へ、次開けたら何があんの、何があんの、何があんのって感じですね。そうこうですよ、2人とも。だからたまに朝起きたら、2人が今日も仕事したくねえよなって日がボーンって来たりして、たまに、ね、そう、それは中野城に行くからで、結局でも仕事からなるって全く不満はありません。まだ行けてない、群馬の中でもエリアたくさんあって、しかも群馬って広い、山間部もあれば平野部もあって、本当にそれぞれの地域で、環境が違うので、うちの、村は赤城の裾野で長い広い畑がある場所、隣の村に行ったら里山、綺麗な川があるところと、発見ばっかりです。続いては群馬県最北に位置し、利根川の源流域であることから、関東の水がめと称され、さまざまなアクティビティが楽しめる水上町。この町に移住したのは山梨明さん。そんな山梨さんの休日の話。水上町に来る前は太田市に住んでたんですけど、その時は来て間もない頃はやっぱ人脈とかもそこまで多くはなかったので、
その時は、休みの日は地元に帰ったりとか、あとはそうですね、一人で、まあ、都内に出て買い物行ったりだとか、そういう時間として休みの日過ごしてて、でだんだんこう人とのつながりができたら、休みの日も結局バスケットに関わってるっていう、そんな休みの過ごし方をしました。はい、不安に思うところっていうのはなくて、多分これからやることって自分にとって全部新しいこと で新鮮なことなので、多分何やってもすごい新鮮に感じるんですよね。なんで、やっぱこの水上町って例えばこう自然が豊か であとはまあ観光地とかで結構認知されてると思うので、だから今後はそういう休みの日とかに、まあ、町の観光に行ったりだとか、もっとこう自然に触れたりだとか、そういう過ごし方をしていきたいなっていうふうには思ってます。良さっていうふうに言われると、ちょっとまだ伝えきれない部分っていうのがたくさんあって、なんでかっていうと、その活動し始めたのが実は今年の5月からなんですよね。なんで一応その、まあ、今後なんでしょ こう良さを伝えるっていうためにも、町の観光だったりだとか、あとはもっとこう自然に触れることによって、多分もっとこう水上町の良さっていうのが伝えられると思いますので、まずはそういう部分を知るとこからやっていきたいと思います。はい、続いては自然豊かな富岡市で暮らす水沢さんご夫妻。渥美さんは結婚そして子育てを機に、夫の満さんと富岡市へ移住しました。群馬県高崎市出身の渥美さんは就職のため上京し、以来20年間都内で生活。一度地元を離れたことで群馬県の良さを改めて感じたといいます。そんな水沢さんの休日の話。変化はもちろんあります。移住前東京にいた頃は、まあ、もちろん遊びに出ることが多くて、遊びっていうのも映画を見に行ったりだとか、そうですね、買い物に行ったりだとかっていうことももちろんしたし、旅行にも出かけたりもしましたけど、まあ、ここに来てからはそうですね、子供もいるのでこの辺で遊んだりすることがやっぱり多いですかね。でやっぱりこの辺の街とか山を知りたいなと思うので、周囲からこう攻めていってみたいな感じで、家の周りから観光地というかそういう場所を巡ったりだとか、あと温泉に、身近な温泉に行ったりするっていうことをよくしています。はい、私の一番好きな時間があるんですけど、朝起きて、畑に出てそこから太陽を眺める、そこの景色が本当に最高で、まだ娘も起きていない時間に畑に出て、そこでちょっとした時間を過ごすのが私の一番の癒しです。不便に思うことは実はそんなになくて、なんかそれが多分当たり前だからかなって思うんですけど、そう、不便って思うと全部不便になっちゃうんですけど、感覚、その人の思う感覚かなと思うので、私にとっては今その群馬県自体が不便に感じるかっていうと、すごい恵まれた場所にあるし、山もあるし、なんだろう、都心にも出やすいしって考えると、私にとってはすごいメリットあるなと思ってます。はい、山を見ながら、空というか雲の流れをゆっくり見る時間が私は好きなんですけど、なんかそんな何もしない休日みたいなものをなんかもっと贅沢、一番贅沢だと思うんで、体験したり経験したりしてもらえると、なんか頭がほっと考える時間がこう生まれるので、なんかそれをまず経験してくれたらありがたいなと思います。はい、続いては中之条町の島温泉。島ブルーで知られる自然豊かな町。この温泉街にあるスパゲストハウスルルド、
ここが岡山県出身の谷本春幸さんの職場です。そんな谷本さんのお金の話。移住前の休日の過ごし方はやっぱり、遊びに行くことが、はい、知人友人、先輩と遊びに行くことが多かったですけど、もう今は仕事ですね、はい、こんなことやってみたいなっていうのはやっぱり自然と戯れたいですね。アクティビティの部分でやっぱりいろんなところに行きたいなと思います。この間みなかみにも行ってきたんですけど、やっぱり自然豊かなところでアクティビティできるところもいっぱいあるなっていうか印象だったので、はい、やりたいですし、でかつまあ、この冬できなかったですけど、やっぱりウィンタースポーツとか、はい、そういった部分にもちょっとやりたいですね。この夏はキャンプをちょっと始めてみようかなと思ってます。本当手軽に始めれると思います。やっぱり都会に住んでた時は高速道路使ってちょっと自然豊かなところに行くってなると、もう朝早く出ても渋滞するし、やっぱり時間がそういったところで潰されちゃうので、はい、今住んでるところ、僕が住んでるところだと本当に手軽に始めれるっていうのはすごい魅力だなと思います。正直仕事の方が今は、はい、優先順位上ですかね、はい、結構そのために移住してきたっていうのがあるので、まあ、ですけどやっぱ、はい、群馬のこともっと知りたいなっていうのはあります。時間の使い方が結構上手になったかもしれないです。移動中に結構バスを使うんですけど、東京に行くとき移動に大体まあ2時間半から3時間弱ぐらいかかるんですけど、そのバスの中でずっと仕事をしてたりとかするので、まあ、時間の使い方が上手になったかなとは思いますね。思ったよりね、そのみんな休んでないみたいな感じしたんだけど、うん、本当そうね。まあ、やっぱやりたいことがあって移住したっていうのは、この仕事とこのそのプライベートのね、うん、線引き、これなかなかないのかもなと思いました。なるほどね、うん、逆にね、これまで通り都内の企業でリモートワークとかしてる人たちは、うん、メリハリつけてさ、休日その群馬の自然を楽しんでるっていう印象あったの、うん、そうだね、うん、やっぱその群馬はその自然だけじゃなくてその東京が近いから、うん、そうね、コロナが落ち着いたらいろいろなところに遊びに行けるっていうのもまたいいところかなと思いました。はい、さあそれでは4日目は以上で終了となります。明日は移住に関する住宅の話です。お楽しみに。